宗和高弘は元オートバイレーサー。兵庫県神戸市出身。タイガー、宗和の愛称で知られる。高校中退後、購入したヤマハ RZ で六甲山をはじめとして神戸近辺の峠に通い詰める。その中で川崎のライダーだった清原明彦と出会い、清原のバイクショップ、プロショップ清でアルバイトを開始、レースの世界へと足を踏み入れる。 1987年、川崎系の名門チーム、チームグリーンに所属し、川崎4年ぶりのファクトリーマシンとなる、ZXR-7 を買って全日本、ロードレース選手権、TTF1 クラスに参戦。この年、スポーツランドスゴで行われた、TBC ビッグロードレースにおいて、首位独走中に単独点灯して、順位を大幅に下げるが、そこから、 土涛の追い上げを観光して、最終的に優勝した、町育女から1.5秒後方の2位でフィニッシュ。この時の危機迫る走りから、このレース以降、タイガーの愛称で呼ばれることになる。1988年、川崎のワークスチームに移籍。以降、1980年代後半から1990年代前半における、川崎のエースライダーとして活躍する。 1989年には、ルマン24時間耐久ロードレースで、ただ清和、塚本翔一と共に、日本人トリオとして、過去最高の3位表彰台獲得。1991年には、初優勝を含む3勝を挙げ、シリーズランキング3位を獲得する。1993年に飛べ、チームマジーカワサキから、アマスーパーバイク選手権に参戦し、 ランキング5位を獲得、ルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞。翌1994年も同じ体制で参戦し、ランキング3位を獲得。1995年には、ファストバイ、フェラッチに移籍して、ルカテに乗る。1995年に帰国し、以降は全日本ロードレーススーパーバイククラスや鈴鹿8時間耐久ロードレースを中心に、スポット参戦する。 2013年2月19日、川崎のロードレーサー、KR500 を、川崎重工業から借り受けて返却しないまま、連絡が取れない状態となり、2011年3月に、被害届を出されていた事件で、詐欺の疑いで、兵庫県警赤署に逮捕され、3月6日に、釈放される。2014年、全日本ロードレース選手権の ST600 クラスに、復帰して、 フル参戦する。2014年は18ポイントで、ランキング25位。2015年は15ポイントで、ランキング21位。2016年は、武石慎也、中本軍と組んで、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。ありがとうございます。